アレルヤ、茶、掲示録三章掲示録三章の一節から六節まで読みます。声を出して、どうぞ、サルディスにある教会の天使にこう書き遅れ、神の七つの霊と七つの星とを手に持っている方が次のように言われる。あなた方は、 私はあなたとの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。だから、どのように受け、また聞いたか、思い起こしてそれを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は、 留守人のよううに行くであろう私がいつあなたのどこへ行くかあなたには決して分からないしかしサルデスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる彼らは白い衣を着て私と共に歩くであるそうするにふさわしい者たちだからである勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる私は彼の名を決して命の書から消すことはなく 彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す意味ある者は聖霊が諸教会に告げることを聞くがよいアメン祈りましょう今も生きておられ約束通りの御言葉に基づいて働いておられる主なる神様 ともその神がイエスであると信じる者どもがこの場におります。子供たちの信仰が本当に虚しくならずに日々成長して、主が約束された永遠の命の救いを確実に勝ち取り、神の国を相続できる。 神のこと、アッパー、父よと呼ぶことができる、そういう身分に生まれ変わらせてください途中で立ちたくしてしまうようなことは絶対にありませんよ。今日もあなたの約束された真理の言葉を通して、はっきりと諭してください。すべてを主の精霊に委ねますので、 陸の思いや知恵知識力では理解しにくいあなたの口から出る霊であり命をもたらす真理の言葉を正しく理解することができますよそして当然のように自分のための信仰生活に自ら進んで励むことができますよ助けてくださいチェーンスカイ血の果てまでの いまだに闇の勢力に縛られている者どもに暗闇を照らす光のようなイエスの皆を愛する子どたちが最善を尽くして伝えていくことはできますように主の精霊によって共に働いてくださいイエスキトの皆でお祈り申し上げますアーメンアレルヤアレ、ええ 今日の話を皆なが自分の話じゃないか。今日もし私に神様が今声かけて語ってるんじゃないかというふうに思って聞いて聞き入れて自分の信仰生活を変えりみるようになって。どこがどうなのかどうなってるかを吟きし。 個人個人が信仰生活を正していくことができるように頑張るべきですよ。主が昨日私が祈る時にもうキるから時代は始まったしキるから時代の約束された祝福を今日はバンバン説教していいですかと祈った時に 全然何も答えがないこれは何でここに置いとくのこれをずらしたがいいうがん3秒終わったらすぐ あありががとう天には報いがあるよみんなチロチロ見てるのに誰がさっさと出てきてこれを動かしてくれたじゃあ見ている人と行う人はこういうふうに信仰に下がると主は今日はっきり語りますだから昨日主は溜まっていましたよ 切るから時代入ったからもう切るから時代に約束されたし国くこれからと期待にあふれて明日はそういうメッセージくださいませんかと祈ったら主がたまっておられる何時間何時間祈ってもたまっておられる祈ってる時に主が私をいきなりふ出漏らした気がついたら1時間経ってるしかし 1>, 1時間後に主の何で眠らしたのか見送るが分かった分かった見えてきたの2つの場面を主がはっきりと見せておった主とペテロが祈っていて我を忘れた状態になった時に神様から幻をとしてメッセージをいただいたのと同じように 一つはある教会の牧師なんだけど自分の子供であるはずの人々に教会の土地教会の土地を相続するからそこで 日本,の食日本の食堂で何の、何えっと、寿司の、寿司、魚の寿司、魚の寿司のお店をやればいいじゃないか。魚の寿司のお店をやればいいじゃないか。これ一これは何を意味します、皆さん。魚は、教会では 人の霊魂に例えられる2000年前、初代教会が迫害を受けていたときに、クリシャンたちが魚の、イトスといって魚の形のこういう模様をつけて、私は魚,魚じゃなくてクリシャンだ。お互いに自分たちがクリシャンであると指名し合っていた。 そういう合図のようなもの、これは魚、えー。だから魚は人の霊魂、神の子供たち、神ちゃんたちのこと。皆さんは夢とかでよく見るでしょうけども、魚を取る,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 る夢を見るとか、そういう夢を見た時に、あは、人に伝としてその人の霊魂を救いなさいという神のメッセージだと思えば間違いありません。 手入れの声を聞く一つの方法なんですなのに救うべき人のレイコち魚に例えられた魚を寿司にして人に売るまた23章の15節に13から15節14節は抜けてるパリサイの人々とサドカイの人々立法学者たちあんたたは こうだ。この犠牲者たちよ。偽りの者どもよ。あなたとは一人の回収者、信者を得るために山川を歩き回るが、一人の信者を得ると自分たちよりも倍も悪い地獄の子にしてしまうんだと、イエス様が警告しています。その23章書の三節に、 彼らは言うのは言うんだけど言うだけで実行しない人々だ。語るだけで実行しない。語ったことを実行するためには指一本も動かさない。形ばかりの人々だと23節でもイエス様が警告してますが、だから弟子たちあなた方は彼らの言っていることは 見習うべきだ。しかし、彼らの行いは絶対見習っちゃいけない。なんで、何もしない行いだから。だから彼らは、回収者一人を得るために、頑張るのは頑張る。殿道する。座ってるあの人と違う。立って歩きながら殿道するんだよ。しかし、殿道して神の子供にしてからは、自分たちよりも2倍も悪い地獄の子にしてしまうんだと。 イエス様が嘆きながら警告してます。何教会を相続、子供に、次の世代に相続する牧師が、この教会で魚の寿司を売るお店をやればいい。人の霊魂を滅びに導く。そういう営業のような教会をやって、やればいいという。 意味が分かりますか人の霊魂を救うべきなのに、信者にしてからまた滅ぼしていく教会がある。それが何のためか。行いが正しくないから。行いが人を救う行いじなくて、人につまずきを与えて人を滅ぼす行いだと。 これは一つ目のメッセージなの。二つ目はそれと関連があるの。それが関連があるてその引き続きは何かというと父の娘であるべき人がよキリの娘のまんま生活をしている。だから神様がキリの娘 形ばかりの娘ではなくて、父の娘、本当の娘、自分で産んだ娘のようになるべきだ、これからは。もう、父はその気持ちが持ってる、今。いつでも今のあなたは霧の娘だけど、父の娘として受け入れる、もう気持ちだ。準備ができてる。ただ、今からはあなたが、 選択して決めないといけないこの。このままだと他人事のようだ。だから父の娘になるかならないかを父は準備ができているから娘はあなたが決めるべきだ。その娘の姿はどういう姿一心惑わずの真っ裸の姿。一心惑わずの真っ裸の姿。で何を意味するのか、聖書では。 身にまとう衣はその白い衣は刑事録中級の発節で聖徒たち信者じゃない信じる信じる言ってる信者じゃない勝手に信じると名乗っている信者じゃなくて聖徒神が認める神の子供に生まれ変わったもの聖徒たちが 生まれ変わった神の子供たちが行うべき正しい行いそれが白い衣だ白い衣を着ていることは生まれ変わった聖なる神の子供として正しく生きていることその白い衣を着てないものは白い衣が汚れているとかあるいは破れているとかあるいは上は着ていて下は着てないとか 下は履いていて上は着てないとか洗濯しないといけないとかあるいは汚れた服すら着てないで一糸まだまっ真っかなのかこういうのによって個人個人の信仰の行いが神が認めるどれぐらいの水準になっているかが判明されると。 アーメンですかキルワル時代に入って確かに主が働いたい分だけの祝国を与える時代にもなってきてるもうスタートしましたしかし主は全部できてる準備が宿国する準備もできてるしただの義理の娘を父の娘に受け入れる体制にもなっているの父はなのに 娘が、息子が、信じる者どもが、これを決めないの、心に。まこのままでいいとか、親と、本当の親じゃなくて、ただ、霧の親として、遠距離、距離を置いて、このまま平行線で生きていく。こういうつもりである。それだとすれば、まともな関係に、親子関係に結ばれない。これを主がはっきりと見せてください。 父は子供、父の子として受け入れる気持ちになっているのあとは娘、その子供が父を切りのままでいいのか、あるいは父の子になるのか。その娘の姿を見たら、石窓でまっ真っ裸なのまだ、行いが、父が神が認める行いが、全くできてないの。全く。ハレルヤー 何昨日も徹夜したい人はいっぱいいるね。徹夜して祈るのもいいんだけど、説教を聞いて信仰を立たすのはさらにいいことだアメン何を求めて祈りますか自分の肉の思いを見たさめに祈る祈りは出っには届きません。疲れるだけなの。神はあなたが行いがまだ正しくないと言っているのに、神が認めないところで一生懸命、 なっていって疲れるだけの信仰生活今日でよしましょう今日で終わりにしましょうとあですかやればやっただけ神が認める信仰神が祝福をすることができる信仰神が喜び神が誇りにすることができる信仰になるべきでありませんかアーメンです本当にあめできますか アレルヤ。聖書、今日聖書を皆さん読んだでしょ深刻でありませんサルディスはキリト教教会なの。サルディスという名前をかけたキリト教の教会なの。世にある神の教会なのに、世にある神の教会に神の使者、人ヨハネが、分かりすくとヨハネ牧師が説教するんですよ。あんた方の屋内を神が、私が、 知ってるんだ。サルディスの信者たちがどういう信仰生活してるか、神が知ってる。どうして見てるから。行いを知ってる。知ってるんだけど、あんた方は、自分たちはサルディス、キリト教、教会なので生きてるものだと思ってるんだけども、神が見たら、実は本当は死んでるじゃないか。死んでるじゃないか。何 考えてみてみ皆さんは今東京 EMC に通っているのに神が見たら通っているのか通っていないのか全くわからない通っていると認められないとされるんだったらどうするつもりなのそれでも金が好きであちこち走り回るつもりそれでもこの世にあるものが欲しくてあちこち走り回るつもりなのか神があなたのことを認められないと言っているのに昨日は僕は 一瞬びっくりしたの。意味が見えてきたからびっくりしたんだけども、逆に反面では、はあ、よかった。うちの神がうちの教会を見てるから。それで言ってくださるから、何が間違ってるか。よかった。感謝しましたよ。感謝して目が覚めて、うろうろしながら、ハレルビー、感謝します。感謝します。間違ってれば直せばいいから。 問題は間違っているのに間違っていることに気がつかない。気づかのまま生きると、どうするの聖書は言っている。世には正しいものは一人もいないと。あんただけは罪人じゃなくて、私も罪人。今日この言葉を警告している人、ヨハネも罪人の一人しかし、ここに、 どういう問題があるかを気づかしてくださる神がおられるから幸いなの。ーメン俺はもう完全に罪から逃れてるからほっとした。だからあっただ。感謝じゃなくて、罪だらけであっても、主がおられるから、罪を気づかしてくだる主がおられるから感謝なの。アーメンですか。今日説教聞いてまた、ね。 なんで私のことばけを責めるのとか、あるいは何であの人のことは言わないで私のこと言ってるのかと言わないでよ。みんな罪深い人間なの。イエス様を信じて、信じますと言って、アダムからの罪からは、現在からは、解放されたものの、自分の足で歩き回らわあっちこっち、犯してしまう、自犯罪と自ら犯す罪という、自犯罪という罪は皆持ってるの。 みんな持ってるのだからヨシアに向かってあなたの足から履き物を脱ぎなさいと聖なる場所に入るためにはヨシャはイスラエルの神のための指導者なの指導者神を信じないわけない信じるだけあって神の何よってその力によって一つの民族を神の民族を導いてる指導者なの神を信じないわけじゃないの しかし足は、汚れてる足は、彼が個人的に犯した罪はあるというなその足からの履き物は脱がないと、これ以上はダメだと言っているためだ。そういう意味での罪が皆にあることを認める意図だけ、イエス様にアーメント握クショを心から起きて、今日から自分の中の罪を探して、金を求めて歩き回る余裕があるんだったら、 自分の中の罪を探して、祈りに励む人になりますように。イエスをキリストの皆で祝福いたします。ア,メン,アメン。主イエスがおっしゃったでしょう。全身洗った人はさち、ただし一度イエス様を信じて、現在からアダムからの罪からは解放されたい人は あとはそれはリトリトもイエス様が信じられた罪を悔い改めなくてもいいそれは一度でいいイエス様を信じらて不信で生きてきたその罪をその現在を悔い改めれば一度でいいそれはあとは信じてからも神の子として生きながらも犯す自分神の子になってから自分で犯すアダムを殿内の罪じゃなくて イエス様を受け入れたからも自分で犯す罪、自分で肉の思いから女優から逃れないその罪、それは手を洗うように足を洗うようにイエスの皆でずっと洗っていくべきだ。イエス様に許していただくべきだ。イエス様に許していただかないとイエス様と関わりを持てないの。ペトロはイエス様を主だと呼んでいました。主だと呼んでいていても イエス様があなたの足はでも私に洗う人、酔って洗う人があるよと、洗ってあげると言ったら、ペトロがいや、私の足は洗っていただけません。自分で洗いますと言ったら。自分で洗いますとは言ってないよ、聖書では。私が言ったの、それは。なんでイエス様が洗ってくれと言うから、ああ、いいですと。のは何だろう自分で洗うつもりじゃないの死ぬまで洗わないことないでしょ。自分で洗おうと言ったら。 だから言ったの、自分で洗うと。自分で洗うと言ったら、あなたが私によって足を洗わないで、自分で洗ったら私と関係がないと言ったの。これは何を意味する足は足の汚れじゃなくて、罪を自分で犯す罪のこと言ってますよ。あめ。だから、イエス様によって洗って許してもらわないと、イエス様と関わりが持てない。あめできます なのに、これを世の中ではどう解釈する何、イエス様がヘリクだって謙遜になって、弟子の足を洗ってくれたから、我々もヘリクだって謙遜になって、弟子の足を洗ってあげようと。年に一回か二回、専属式があるでしょ。ならば、ヘリクだって弟子を愛し、弟子を尊重し、自分ヘリクだって謙遜に使える、そういう意味だったら、毎日あれば、毎日で弟子の足を洗って歩けばいいじゃないの なんで年に一回、滝しかやんないのそういう意味じゃありませんよ。アメン何イエス様が弟子の足を洗わないと、弟子がイエス様と関わりを持てないんだったら、これは男かしじゃないの、男かし。俺がお前の足を洗ってあげるから、おい、おいで。いや、いいですってって、断ったら、いいですと謙遜に、丁寧に断ったら、じゃあ俺と関係ないと。これが謙遜に使えることなの 足を洗ってあげると一方的に言われて、いいです断ったら、丁寧に。丁寧に断ったら、俺と関係ないよ、お前。これが愛なのこれは謙遜なのそういう意味じゃないことを何で見えないのなんでそういう意味じゃないでしょアメン。皆さん、人に近づいて、皆さんが好きなある頃お前、飲め。飲め、飲め。いや、いいです飲みません、こうやってお。お前、俺と関係ないよって。これが謙遜なの これでも聖書が見えないこれでも聖書が見えないのこれは謙遜に使える儀式なの聖書を神の心通りに解釈しなきゃいけない。聖書を勝手に解釈するから聖書から伝られるの。自分の好きなジュースを出して、おいお前飲めといいえ、いいです。断ったら俺と関係ないお前。これが何ですかこ,れこんな乱暴ないでしょう。 イエス様はこんな乱暴な方なのか洗ってあげると言ったら、ペトロはいいですと断ったら、俺と関わりを持てないというのはイエス様の愛なのこれかこれは謙遜に使えることなの脅かしなの乱暴なのなんで理解できないのなんでこんなのも理解できないくせに聖書を喋ってるのん意味が分かれない意味が見えないのですかだからダメなのだからこっち見て、こっち。おい。 こっち見て説教しているよ説教先生が学校で一生懸命教えてるのを講義してるのにクラスメイトとして喋り合ってたらどうすんだよどっちが先生なのわかりました天国行けるかはっきりとあるいは行けなくなるかという話をしている 食べりたいならば、ちゃんと習れて、わかんない人々に教えなさいよ。アーメン。今、深刻なんじゃありません主が見せておったの、神が認める信仰なくて、裸で、教会に来てる裸で、こういう説教してるのに、深刻じゃないそのまま溜まっていて牧師が地獄いてもいいのかっていう話だ。そういうレベルの話なんですよ。 そういうレベルの話。神がいくら神であって強くあって、チェンな神であって、いくら神の国を備えて祝福を持っていても、神に正しく来ない人にはこれを渡すことはできない話。できない話。ーメンまだうちの教会も本当に満足して意味が分かって、 水から進んで進歩しているとはっきりと言って何人いますか何人はっきり言って言われないとやらない人がどれぐら多いの。言われないと水から進んで最善をつくずがどれぐらいの。僕しが一年間いなくなったら、きっと祈りの時間全部うやむやになるじゃないの。いなくなってみようか。ちょっとアメリカに行ってるか一年間。 1>, 1年後にもちゃんとやってるか、あるいは、うやむやになってるか、心配なんだ。毎週うるさく言ってっても聞かないのに、うるさいポキシがいなくなったから、ああ、パーティーを開こうじゃないか。<laughs> 皆さん、今日からもっと厳しく皆さんに、ポキシが個人的にも、伝えるべきことを伝えます。また思わないで。 特の考えを自分で伝えていると説教してもまたそういう人が出てくる今まで見たら。特殊の気分感動思いを皆さんに伝えるんだら私が神様にパスせられるの。私がのかれる。私は神じゃないのに神を名乗って私が喋ることできないのに。の誤,誤解しなさい。私が皆さんに声をかけるときには。 神からのものがあるから、ただ伝えるために声をかけるから、どうすればいいかを進めるから、絶対に僕士が自分の考えて私のことをこう思っているだろう、だからこんなことを言ってくれるでしょうと思っちゃなりませんよ。主が生きておられることを皆さんより私はもっと知っているから、勝手なことを絶対に私は言いません。これだけはっきりお願いしますよ。どうぞ分かってほしい。はるや。分かってほしい。皆さんと私と、 今、強く喋ってる皆さんと私を、どっちが謙遜なの私がもっと謙遜なの。皆さんは頭をもたいて歩くときに、食べに行くときに、俺は座って犬ってんだよ。謙遜だから。神に従うために、神に聞くために。皆さんは、ああ、聞かなくてもいはなくてもいい、自分で勝手に歩るでしょ。これが傲慢なんだよ。これが傲慢。意味が見えますかこれを悟らないといけないの。今まで26年のうち、 今私が一番神の前で。謙遜なんですよ。一番ヘルくたってる神言われないと何にもしないの。今一番謙遜なんこういうのは。こうマンだから、こう大きな声で言うんじゃない。皆さんにはっきり伝えた,たいから、熱い心でただ言っているだけなの。誤解しないでほしいですよ。アーメン、本当に。 永遠なる人生、勝利したいと思うならば、これから、牧師が皆さんに伝える言葉をよく聞いてま,いま牧師の誤解しないで、牧師の考えだと誤解しないで、素直に聞けば、皆さんの運命の道が変えられます。信じますか信じましょう。前もって断ります。信じましょう。その神が、 本当に今までのこの教会の20年間を神は認めた。だから、ルガル自体はスタートさせた。しかし、悪感は駄めだ。悪感のような罪を持っていたら絶対ダメだ。これは聖書も語ってるし、イエスの精霊も昨日私にまた語りました。アメですかどうぞ帰かれますから私、ま、じゃない れます神は働きたい。皆さんを強くしたい。皆さんを通してこの国を救いたい。地の果てまで行きたい。だから、キルガル時代を許したの。去年1年間の荒れので認められたんですよ。降格しましたよ。降格したシンボル的な証拠がこの聖典なの。この聖殿。この聖典が与えられたことはもう OK。 キルガル事態スタートこれは霊的にキルガル聖殿なの神子聖殿イコールキルガル聖なの。アーメン,ーメンだから俺はもう神が認めたの問題はこれからが問題だよこれからが問題なの。これから正しく頑張れば今までと違う結果がどんどん出てくるでもこれからも悪寒のように神が御心に従う者の勝利に導こうとしたのに 戦艦は千人品に心が先に行っちゃって聖なる戦いには関心がなく千人を得るのにそ心が先に熱くなって少し多くのものでない莫大な財産でもないのちょっとしたものを隠しておいてそれはバレてよっしゃも知らない誰でも知らなかったのでも神様が見ていて 愛の町で失敗した時に神様がおっしゃったのなんで失敗したのかもうヨシャが嘆いていたら神様があんた方の間から悪を取り除かないと私があなた方とともに戦うことはできないだよ。それから中リブドクから人々を選び出し呼び出したら悪の家族が当たったんです皆さんじゃあ 覚えている人は牧師が皆さんの耳にタコができるほと伝えたはずの話。キルガル時代始まっても悪感のような罪を隠しているとは、まあ駄目だと言ったんです。口はアーメンと言いながらも屋内はアーメンができなかった。絶対これは祝福するための準備をさせる御言葉なの。 これ、おどかしじゃないか。今、よく聞けば間に合う今、聞かないと、時間だったらまだ出てくる。まだ出てくる。ハレルヤ。じゃあ、ヤコブ、ディショの中級節を見ると、アクレイどももイエスをしたと思って、恐れ、おののいている。皆さん、 世にいる人々はイエスがしたと60億は信じないし、5、60億ぐらいは信じないでしょ。でも、アクどもはイエスがしたと信じて、うのうぬいている。おう、何信じないとはともかく救われないでしょうけれども、アクどもは信じているのにんで救われないの 信じて恐れかしこんで恐れおののいてるのになんで彼らの信仰は認められないの彼らは陸代を離れている。陸代によって行いを見せて信仰を証明する陸代が行いができる肉代がもうないのだからイエスが主だと疑いなく信じていてもそれでおののいていてもよ恐れで彼らの信仰は虚しいだけ。選手はこれごと けといてのけと行いがないのは悪霊の信仰と告白と一緒だということなの。意味分かりますか行いが正しくなければ悪霊でもがイエスを主だと思って信じていてしかし行いができないそういう状態と行いが正しくないクリスチャンの状態が同じだから約分2の中級ではそういうことを書き記しています。聖書は 心を開いてから読むと分かりやすい話なの。分かりやすい。抽象的な話じゃない。ある話なの。現実的な話なの。それも永遠になる話。アメン。あんた方が、屋内の伴いあんた方のその信仰がよ。正しくないその信仰が、あなた自身を救うことができるのかヤコブ2の14で、 反問してる反問。今のそういう正しくない屋内の信仰があなたを罪から救うことができる信仰なのかと神様が聞いてるんですよ。聞いてる。ヤコブ書。こんな素晴らしい本がないでしょ明確に教えてもらってるの。明いに。信仰はどうであるべきか、屋内によって証明しないといけない。信仰の先祖アブラムが どうして信仰によってアブラムが、油の信仰がきっと正しいと、神に認められて信仰の戦場になったのか。ヤコブ2の21で言ってます。彼が息子イサクすらもお島女子に捧げるというこの行いによってではなかったのか。聞いてるよ。創世記22章の中二節を読んでないの聞いてる。 宝石二2二の12節を読んでいるならば、彼が一作を神様に捧げる行いを行ったときに、神がもう分かった。これによって、一人後、一作すら惜しまず、神の祭壇に生贄にとして捧げるこの行いを見ていた神がこれを、行いを見てから、もういい、もう分かった。あなたが神を本当に敬うこと、 今までのあなたの行いを見て分かった。それで彼の信仰がその行いによってきっと正しいと認められた。創世せ22章ジュニのチ2節にある話をヤコブディの21セットでもう一回神様が思い起こしておいます。思い起こして。信仰義疑念。信仰によって救われると言った時の信仰とは、救われる信仰とは何を意味する 屋内の伴う信仰行いによって証明できた信仰を認められた信仰なんアブラハムがよし、モリアの山にいて息子を捧げると決心した段階じゃなくて、決心してモリアの山に3日歩いていって、小さいに祭壇の上に、滝具の上に息子を縛って、乗せといて、剣を持ち出して切ろうとしたその最後の瞬間、西がここまで見てから分かったと認めた モリアの山に行きますと3日前決心した時点ではまだ認められませんでしたよそこで終わったならばそれで終わりアメン信じますかここまで信じましょう信じましょう行いもどこまで主が認めるとこまで自分で判断してここまでと言ってここまでやったっからと勝手に決めるのは自分が主で神様が合わせてって 自分が決めたところに、神はあなたが認めてくれ。慌ててくれ。私が決めていくこの道に神をついてきてくれ。こういう感じじゃないこういう感じのクリサンいるというい、ね、る。しかし救いとは関係を持ってくこだっていけない。雨ですかどっちが主なのどっちが神様なんですか っちが何をやっても許されるのが愛だと思っている今日、今日のクリスさんたち。それは愛じゃなく自由でもない、法と。勝手に決めた通りに生きるのは自由じゃない、法の親から神から離れた状態の信仰なの。信仰は親に神にしたか 自分の基準であるのは自分の基準であるのは自分の義を表す神の義を無視してだから神の座に自分が立っていることなの。神が立って決めて導くところに自分が立って自分を導くのを自分で決めてこれは信仰の基本にも至ってないということを今し認めましょうアメす。スアレルヤ シュイエスがおっしゃった命の書にはイエスの皆を受け入れる瞬間アダムからの現在から解放される瞬間命の書には名前が書き記されますが行いがどうであるかによって命の書から名前が消される人も出てくるとしかし 広い衣を着て、広い衣を着て、イエス様と一緒に歩ける正しい行いを見せる人は、命の書から名前が消されることはない。しかし、それは少数しかないとい。少数しかない,とい。今日の,あのサルディス教会には少数しかない。名前が消される人がほとんどで、名前が消されない広い衣を着てイエス様と一緒に歩く人は、 少数しかないとサルデス教会にはそう傾向したんだけど東京 EMC はどうなんでしょう。チェンインでチェンイン命の書に名前が記したまま守られ白い衣を着せてもらってイエス様と手を握っていつもどこでも永遠にも共に人と共に歩ける信仰に。 全然なってないから、これからそうなりますように、頑張るぜわ。全然なってないの、まだ。一人がなってなくても、全然なってないことな。全員になった時に、完成ですアメ。あめあの人一人ぐらいは失ってもいいのあの人一人ぐらいは地獄いてもいいのこういう心がある限り、この教会はまともゃない。 あの人一人もだったため、地獄を生かしたため、あの人まで全員連れていく。こういう神の心で満たされない教会は、まだ完全じゃない。そういう心を抱いて、それを実行するときに認められます。分かった。東京 EMC、分かった。アメン、俺はちゃんとしてる、なんであの人たちは言うこと聞かないのこんな人がいる限り、東京 EMC はダメなの。 アメン。今日自分が聞くべき話を、あの人が聞けばよかったと。来ない人を心配するあなたがいる限りは、東京イオンシアター、ね。昨日、岩崎君に電話して、今日来るように誘ってくるという答えを受けてから。一晩中感謝、感謝したの、神様に。歩きながら、は、様感謝します。いや、岩崎が来るそうですよ。来るそうです。 神様ちが中継打ちしたの来るそうですいや岩崎がでも明日コロと心が変わらないようにまたお願いします悪霊が邪魔しないようにお願いします今日中時,へ中時回ったらもう来てます一番早く来てるの。君すべての人がここにいる救われても岩崎一人救われないとダメだよチェンターがダメなの。雨できるか 本当に。もう今日の礼拝は他の人聞かなくてもいい。岩崎だけでも神の声を今日聞ければ、もうそれで俺は勝利だ。アーメンできますか今日の礼拝は,礼拝は君のためだよ、君のためだ。皆さん考えてみてよ。ここからここまでは健全なの。 元気なの元気元気なんだけど全部元気でもこれがためなこれがこれがためだったらどうする痛くない ?4 つも元気だから一つぐらいはどうだっていいじゃないよし後で切ってみよう4つも元気だから一つぐらいはどうでもいいじゃない礼拝終わったら来なさいはさみで意味分かりますか これより一人がつまずく時にもっと大きな痛みを感じるべきです。それで一人が立ち直る時にこれよりこれこのひ,ひとくいた方この指が治ったとしましたら喜ぶでしょ。一人が立ち返ったらこ,のこれが治ったよりももっと大きな喜びを深く感じる人になる時にこの教会が神に認める。 人がつまじれても平気も仕方ないよ。あの人はもうそうでいてもそうだから、こういう心がある限り、もうこの教会はめなの、ね、あみんですか先週、浜田さん見えなくて俺はもう見えるまで見えるまでこの子がどうなってるか。来週は来るのか来ないのか。顔見てほっとしたけど来ないと見えないともう半,半月まだ。 皆さん、見えないから、僕クシは忘れていると思ったためなの。皆さん、見えないと、俺はもっとイライラするの。の来週は、クズに来るの。どうしての顔を見て確認できるまで。安心できない。神も一緒。心の信仰を見せて。神が見めらで。見めるまで信仰を見せるまで。行くい見せるまで。神が安心できないの、人の信仰。なんで 何かではすぐくるっと変わるからよ。神様、明日行きますと言ってからすぐ変わるから。明日,明日行きますと言った言葉を実行して明日来るまで来るのを見るまで神は安心できないってば意味が分かりますか意味が分かるんです。知るべきです。皆さんが救われるまで安心できないの。なんで一応人がどうなるか。 数年、二十年、教会が変わったから、それが保証しますかいいえ、それは保証しませんよ。皆さんの正しい行いが、皆さんの信仰を保証するの。雨ですかじゃあ、神様に本当に感謝するのは、神の計画の中で、この教会をちゃんと一日のずれもなく、主が今、導いておられることが、 サンクベルマチ。これは大感謝、ね、そうじゃない神の統治計画をあって、それに合わせて一日も連れることなく、うちの教会をちゃんと主が今導いておられることがなんと感謝なんですか神と共にできなくて、白い衣を着せてもらえず、神様と別々に生きてると警告をしてるのに、うちは今、神のスケジュール通りに今、神と一緒に歩んでるじゃないこの東京 MC。 そして、切るから時代に入れてもらったんじゃありませんならば、一人二人立ち寄してもいいのそれはいけません。アメン。極端的に言うと。皆さんがいくら、特殊は説教しても、言うこと聞かなくても、特殊は一人でも行くの。神と共に。行くよ。しかし、ついてこない人はどうでもいい。 ついって来ない来れない人はどうでもいいのかという。アーメン。これだけ神様がスケジュールに合わせて切るから来たを開いてはてのこれ感じられませんか。感じるべきです。今主が EMC 教科連合として今何をしようとしているかこれ感じられません。感じるまで祈るべきです。アーメン。主が一緒に歩いているの一緒に一緒に歩いているこれ感じるべきです。 だから一人一人も行いを合わせるべきです。はたこのままいないで行いを見せて合わせるべきです。そうすれば、キルガル地帯を先導する、先頭に立っていく、神の約束計画通りの祝福にこれから入っていきます。入っていきます。信じてその通りにしてみたいと思った人がいれば、アーメンとをイエス様に思いっきり送りまして。 広がる時代を先導する主人公になりますように、主イエスの皆で祝福いたします。じゃあそれではイエスを呼んで祈ります。イエスさん会。